書簡の構成、先ほど言いましたように、まあ、かなり自由度が高いわけです。しかしかといってないわけではない。先ほどの本に紹介されまして紹介されておりますことから記述から当時の書簡の構成、あの作法、書式、まあ、これをちょっとご説明したいと思います。で、そのものの本にはその書簡というのは8つに分かれるんだと。書簡を部分的に分けると8つになるんだと。でそのまず第一が全文であると。で全文、あの、そう、皆さんの お手元に載っていらっしゃる方はあの配布資料があるかと思いますが、そこにあの詳しく書いておりありますので4ページからご覧いただければと思います。4ページを開きいただければいいかと思いますが、4ページから5ページにわたりまして、その8つの構成、書簡の部分部分ですけど、まあ、それを挙げておきました。でまず全文、まあ、全文のまず、そうね、一番先頭には統合と読むのか統合と読むんだろうと思いますけども、を書くんだ。つまり背景であります。4ページの上の方にはその統合の一覧を挙げておきました。たくさんあります。それから次に時効の挨拶、背景、売価の項、なんとかなんとかと、まあ、こういうことになります。それから次に安否、相手の安否、それから自分の安否を書く。それから謝辞、謝罪、お祝いの言葉、例えば、ね、贈り物ありがとう、贈り物ありがとうとか、ご結婚おめでとうとか、まあ、こういうようなことがあります。それから、まあ、よく知られていますけども、急ぐときあるいは近くで安否を尋ねる必要がない場合は前略とか感性とか略形とかということを言葉を使います。それから次ですが、本文ですが、本文の冒頭には典語というのがあります。つまりよく述べればと言いますが、まあ、ここから本文に入りますよという印であります。で、本文中にもいくつか言うべきことが複数ありますと、本文中にも典語を用いたりしますけども、その場合は叱るところというふうに言います。あるいはそれすらもせずに本文中の段落の区切りとしまして丸辞書をつけたり、あるいは今と同じように改行したりいたします。それからこれは実際的なものですけども、行頭には早漏とか趣よし間という字はいかない。行末に語とか損とか木というのはいかない。まあ、こんなような約束事がございます。続けて末文ですけども、これはまあ本文の終結、例えば何々まで格のごとく御座候候とか、あるいはキーを得候候とかというような、まあ、これで終わりますというような印になります。それから後を期す、なお配備を得たく候候とか、また会いたい、それから伝言を頼む、皆さんによろしくお伝えくださいというような伝言を頼む、それから健康を祈る、お体にお気をつけください、ご自愛ください、こんなような言葉があります。そして最後に結合が来ます。これはそこにありますけども、教皇禁言とか禁言とか頓首、曹操頓首、まあ、こういう言葉が来ます。そしてその後に月日月日が参ります。で元号プラス年プラス月プラス日、まあ、これは新年の場合、それから年月日新年新年の牙城の略式、それから、まあ、通常は月日だけです。でさらにその日のうちに着く場合には日しか書かない、
まあ、一応これが当時の目安になっていたそうであります。まあ、その他に月日の書き方としまして上旬とか上巻とか上、まあ、上巻が2つありますけども、こういう書き方、あるいは1日のことを昨日と書いたり、30日31日の、まあ、月末ですけども開日と書いたりというようなことがございます。次に署名、自分の名前ですけども、自分の名前は普通その日付の下に書きます。まあ、普通は姓名を書く、それから名前だけ、堀内表なら拾うだけ、これは家族とか親友など親しい間柄、それから姓だけ、これはどっちかというと無礼であるというふうに書いてありました。しかしそうでもないんですが書いてます。あと連署、この連署の書が間違っておりまして、書くじゃなくて署名の書ですが、これは宛名人ですね。宛名人に近いほど偉い人、ただし宛名のない場合は右の方が偉いという約束事があるそうであります。ただし実はこれそうなんですが、この明治時代の書簡を研究したその前の客員調査員の佐々木隆さんの論文でいきますが、実はこれ一生懸命分析されまして、その佐々木さんの説によりますと、名前だけの場合は、まあ、一般的である、謙遜と親しさ、それから姓名だけ、これは同輩以下か非友好的人物、姓と名、両方ですね、これは汎用的であって少し他人行事業務、それから雅号っていうのがありますけども、人呼びなら春歩、山形有友なら目白、まあ不安ですが、そういう雅号の場合は立場を超えた私的な親近感、ただし上から下から上へはない、使わないということが分かるんだそうであります。としますと、先ほどのあれとは随分違うんです、ということも分かります。まあ、それだけ、まあ、いい加減と言いますか、自由度が高いと思っていただければ良いかと思います。それから次に、今度は宛先、相手の名前ですけども、相手の名前は姓と名両方書く場合は普通だと、姓のみの場合は敬意を表する、名のみの場合は親しさを表現する、それから宛名の下に様とか殿とかいろいろ書きますけども、様を書く場合は使用文、まあ、普通の書簡では普通だ、それから殿、これは公用文で使ったり、あるいは少し改まった場合に使う、君は友達同士、敬というのは男の友達同士だと、こういうことだそうであります。それから脇付けというのはございます。これは何かと言いますと、レジュメの配布のレジュメの方を見ていただければ書いてありますけども、自死とか自走とか座下とか帰化とかと、まあ、いろんなたくさんこれはあるんですが、まあ、簡単に言いますと、その人に同輩以上の人に直接その人に出すのは失礼なので、その人の周辺にいる人に差し出して、お近くの人に差し出すという意味で、こういう脇付けというのを書きます。でこの宛名なんですが、これに関しましても、その先ほどの佐々木隆さんのご研究がございまして、例えば姓名、姓と名を共に宛名に書くというのは、これ公文書型だと、姓だけ、これは一般的な敬意の表現、名だけというのは同等かそれ以上として親しさがある人で、雅号は親しさ、官職宛名は職務的か両者が同等かそれ以下、まあ、こういうような傾向が強いと、まあ、実際に佐々木さんは統計を取られまして、こういう結論を出されております。それからその下につく
継承ですけども、様どの閣下と言いますけども、様にしましてもどのにしましても、まあ、様は幕末維新期に多い、どのは明治中期になると多くなる、それからその他閣下老大大系継という継承がありますけども、これはまあこういう閣下が一番敬意があって、継が一番敬意がないと、こういうことだそうであります。それからあの最後に添え書きと袖書きというのがございます。添え書きといいますのは、今言いましたその宛名まで書いた後に追伸とか形で書くものです。あの前 PS か追伸2泊とか2進とかいろんな呼び方ありますけども、そういうのがあります。で実はそれ書いてさらに、まあ、後ですよ、説明しますけど、こう巻き紙を切ってまたさらに書きたいことが出たという場合どうするかというと、先頭に書きます。さっき言ったその背景の前に書きます。ですので、当時の人は初めからその余白を少し残しておきました。でそこに書きます。それを袖書きと言います。あるいはなおなお書きとか返し書きとかと言います。これ後でちょっと実例を見ていただこうかと